セリム・ベ・ナシュールはフランス・パリ出身の元サッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。憧れの選手はジネディーヌ・ジダンであり、背番号18を好んでつけている。クレール・フォンテーヌを卒業後、憧れのクラブだったパリ・サンジェルマン FC でプロデビューを果たすも出場機会が限られていて、ローン生活を余儀なくされる。契約切れを機に UEFA カップへの出場も、 見込めるビトーリア SC に加入するも、クラブは2分に降格してしまい、FC ルビン火山に移籍する。その後、あるカーディシアで、アジアチャンピオンズリーグに出場、裏ワレットダイヤモンズ戦で再び日本の地を踏む。2001年のトゥーロン国際大会に U-20 フランス代表として出場した。この大会は、フィファ公認の大会でないため、翌年の日韓 W 杯には、 チュニジア代表として出場することができた。2004年に地元で開催されたアフリカネーションズカップ2004では優勝し、2005年のフィファコンフェデレーションズカップに出場。アフリカネーションズカップ2006には選考されるも、期待されたドイツ W 杯ではロジェルメール監督の判断で選考漏れしてしまう。怪我で短時間しかプレーしなかったドスサントスが、 招集されて自分が招集されなかったことを不満に思い、ルメール監督が辞めるまでの一時期は代表チームから離れることを明らかにした。2010年に3年ぶりに招集を受けた。ありがとうございます。